木曜日は気象予報士小野さんに週末のお天気を中心に伝えてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。小野さん、今日晴れて加賀地方を中心に25度以上の夏日になりましたね。はい、明日は雲が多め、明後日は雨と風が強まりそうです。はい、明日の予想天気図を見ていきましょう。はい、明日は高気圧が遠ざかり、県内は昼過ぎから雨の降るところがあるでしょう。そして明後日土曜日です。低気圧と前線が近づいてきます。はい、この前線の通過で雨と風が強まります。前線が通過する前は南寄りの暖かい風が、通過した後は冷たい北風に変わります。気温がぐっと下がるんですね。そうですね。はい、気象台の週間予報を見ていきましょう。はい、明後日土曜日はお伝えしたように雨風の強まる時間があるでしょう。うん、そして日曜日は気温がぐっと下がるんですね。はい、最高気温最低気温とも平年より低めです。うん、よく見てみると日曜日から晴れ続くんですが、はい、長続きしなさそうなんですね。そうですね。で、気温が低いの日曜日だけで、週明けまた25度の日ありますね。はい、日曜日は晴れ間が戻るんですが、はい、一時的に寒気が降りてくるためひんやりとした空気になりそうです。なるほど。ただ月曜日にはまた気温が上がります。気温の変化には注意してください。はい、まあ、11月まであと2週間ですから、より寒暖差気をつけていきたいですね。はい、そうですね。はい、さて、はい、今日はその寒暖差について見ていきましょう。うん、はい、そして日曜日気温下がるということで、まあ、朝晩秋らしくなってきてちょっと寒いなと感じますし、はい、こう着るものを選ぶのもうなんかすごく大変ですよね。そうですよね。はい、この時期そうですね。はい、で、1日の寒暖差も10月というのは大きいのですが、はい、1年の中で月の初めと終わりの気温差が最も大きい月なんですね。10月は見ていきましょう。はい、金沢の10月1日と31日の最高気温、うん、最低気温の平年の値です。うん、10月1日の最高気温の平年は 24.4 度です。この平年というのは30年間の平均でしたね。はい、その通りですね。はい、で、一方月末31日は 18.8 度です。うん、その差は 5.6 度あります。月の初めと終わりの最高気温の差としては、この 5.6 度というのは10月が1年の中で最も大きい値なんですね。で、このデータは日中ですが、はい、右側朝の冷え込み最低気温で同じように見ていきましょう。はい、まあ、1日は 16.8 度と、はい、まだ15度上回っているんですが、はい、まあ、月末には 10.8 度ともう一桁近く、はい、その差は6度もあるんですね。大きいですね。はい、大きいですね。うん、最低気温の方も1年の中で10月が一番差が大きいんですね。なるほど。はい、毎年10月着る服も迷うし、はい、衣替えのタイミングもすごく迷っていたんですが、はい、まあ、このデータ見ると何だか納得という感じですね。そうですね。はい、だからより何度も言ってますが、体調管理本当に気をつけなきゃいけないということですね。そうですね。うん、では最後に気象台の週間予報でこの先の天気をもう一度確認していきましょう。明後日土曜日は雨風の強まる時間があるでしょう。日曜日の金沢の最高気温は18度、最低気温は11度です。週明けはまた少し気温が上がるでしょう。うん、土曜日の雨と風と、そして日曜日の気温の変化、まず気をつけたいですね。そうですね。はい、ここまで小野さんとお伝えしました。